はい、皆さん毎度毎度。はいはい、凍ったわ、凍った。これ食おうね。照り焼き食いたい。照り焼き、照り焼き、照り焼き。どうやるかな、これ。みんなこれで食いすぎるかな。みんな食っちゃうか。昼間にみんな食っちゃうか。食うんだったら食うで。これ電子レンジで解凍だな。はい、電子レンジで解凍します。電子レンジで解凍するったってさ、また熱効率を考えたら、熱効率を考えたらやっぱりこんなもんないねえ。歯が立ったね。はい、このまま入れちゃいましょう。照り焼きソース、照り焼きソース、照り焼きソース、照り焼きソースを作ろう。これでいいかね。はい、醤油。はい、こんなもん。はい、お酒。大体の倍ぐらいの量。間に合ったか？よし。で、はい、みりん。開かない。開かない。ああ、もう指の力が最近ないんよ。ねえ、はい、これも。はい、これ。はい、OK。どのぐらい入れていいんだかわかんないから。まあ、こんなもんでしょう。ね。OK。照り焼きだけど、一応玉ねぎ入れようね。玉ねぎね。照り焼きだけど一応玉ねぎ入れて食べましょう。はいはい、このぐらい入れるか。どうやって切ってもいいんだけど。よし、はい、今皮だけ焼いてる。皮だけね。セロリね。こんなね、セロリね。ちょっと楽しかったね。ね、はい、はい、これどうなったかと。はい、ちょっと皮が焦げてきたね。ね、はい、皮が焦げてきた。ちょっとこれ油入れた方がいいかな、ちょっとな。で、強火。で、これ肉追加。はい、怪しいタレを入れて、あとは煮詰めていきましょう。神社だろ、これ。ああ、神社。ああ、もうだいぶできた。はい、もういいや、疲れちゃった。乾かねえからね。はい、できました。はい、照り焼き。もう照り焼きっていう感じじゃないね、これね。